最新ロボットを巧みに操り、患者第一の治療に取り組む一方、病院長としての顔も持つ白木良一先生。自分が一番本当になりたかったのは宇宙飛行士になりたかったんですね。正直一番私は医者になりたいと思ってなかった。病院長になることですか？全く想像してなかったですし、自分自身向いてないと思います。それでも何か常にやってることが好きなのかもしれませんね。多忙な毎日を送りながらも常に優しい笑顔で患者さんはもちろんスタッフに向き合う白木先生の素顔とは。その人生を覗いてみました。今からもう40年も前、45年、50年前ですよね。私の、少年時代をいろいろな、例えば月面着陸があったりですね、宇宙探査みたいなことが非常にこうトレンドだったですね。だから自分が一番本当になりたかったのは、宇宙飛行士になりたかったんですね。そんな中で高校を卒業するにあたって私一体何になりたいんだろうっていうことを皆さん当然いろいろこう考えられると思うんですけど、自分の中でいわゆる知識欲だとか、ここから将来の発展性だとかを考えたときに、宇宙だけじゃなくて何かもっと身近にいろいろ考えたら何かないって考える医師ということも一つ自分の選択肢の中に入ってきて、そして医学部を受験したと。大学を卒業するにあたって、その当時はいわゆる今でいう研修医制度なかったですから、そのまま国家試験が終わったら医者になる、そういった中で、自分は当初、産婦人科を選んだんですね。実はですね、あんまりあれですけど、自分の娘も自分で取り上げた経験がございます。ただなかなか、自分のそれまでのこう工程の中でですね、中学高校大学ほとんど男性ばかりの世界で生きてきたなというところにおいて、女性だけがその何て言いますか、対象の仕事っていうのはなかなか自分の中で、難しいなという感じでした。それで当初は腎臓移植っていうのに非常に興味を持ち始めてたとか、命のバトンタッチとか、ギフトとかって移植医療は言われますけれども、そういった形で次の世代にこういろいろなものをつないでいけるっていうのは素晴らしいことだなと。それで臓器の機能を生かした、治療を専門性に持っていけるようなところが自分には向いてるんじゃないかなと思って、で、泌尿器科に移って、それで、腎臓移植なども手掛けるようになりました。私は藤田に来たのが、1990年なんですね。その後私は3年、アメリカの方に留学して、ワシントン大学っていうところがですね、当時その泌尿器科では腹腔鏡手術の発祥の地だったんですね。開腹手術と穴だけを開ける腹腔鏡手術では、患者さんの翌々日のこの回復のスピードはもう全然違います。そういったところを要するに目の当たりに見て、日本に帰ってきて少しずつそれを一緒に取り入れるというような形で、まずは比較的簡単な手術から始まりましたけれども、それがだんだんに進展していったというのが流れですね。それで、宇山先生がですね、こちらでロボットを導入していただいた2008年の時に初めてロボットの実況を触らせていただいて、泌尿器科の臓器っていうのは比較的、お腹とか、骨盤とかの奥の方にあるんですよね。前立腺とか膀胱とか、だから例えば、お腹を切って手術をするとしても、いろんなものをどけて、腸だとか胃袋だとか、いろんなものをどけて手術をするっていうのが一般的なアプローチなんですよね。ですから、逆に言うと、そういう深いところまで、カメラを入れて見ていくことによって、例えば裏のところにどういうものがあるとか、みんなで、しっかり細かいところまで確認しながら手術ができるというのは、とても大きなメリットです。
これからの時代、腹腔鏡からやっぱりロボットに変わっていくのは間違いないなと実感しました。そして2009年に初めて私たち泌尿器科では前立腺がんの手術を導入しまして、そして、そこから次の術式ということで、日本で初めて導入した術式も数々あります。ただもともとはそういった移植とか、あるいは臓器の機能の改善とかっていうことを考えている人間で、確かに今遠隔手術ですとか、さまざまな機材の発展でどんどん要するに改善していくのは間違いないと思うんですね。ただやはりもともとの例えばお子さんに対する手術、ちっちゃいお子さんに穴開けるだけでとてもいい手術ができるとか、そういうクオリティが上がって、なおかつ侵襲が少なくて機能が改善する、そういう方向により行くといいなと思います。だからもう少しこう今の例えばロボットの一個一個のこう監視だとかジョイントが細くなったり小さくなったりコンパクトになることによって、例えばもう小児だとか、あるいはもうもっとより小さな口径で手術ができると、より患者さんのためになるかなと思います。患者さん中心の医療の実践と病院長として奔走する白木先生。病院長になることですか？全く想像してなかったですし、私はこういったマネジメントの業務には、自分自身向いてないと思います。それでも何か常にやってることが好きなのかもしれませんね。ただ元が臨床医なもんですから、患者さんがいろいろやはりそうですね、よかったねっておっしゃっていただいたり、ありがとうって言っていただくのがやはり臨床医の一つの大きなパワーですし、ダヴィンチがあるおかげで、立ちっぱなしで手術する必要がないのもありますし、ぜひこのまま、できるところまで、やっていきたいなと思います。やっぱり、若い人たちが医療を目指すのはとても大事なことだと思います。今このコロナの時代によく言われる言葉ですけども、医療人がなければこの社会は成り立たないんだということを本当に社会の人たちは皆さん再認識したいと思います。そんな中で、医療を目指していただけるとすると、それはもう本当にそれ自体が社会に対する貢献ですし、それが社会を支えているんだというお気持ちを持ちながらなっていただけるととてもありがたいなと思います。